すする TV ゼレゼレどうすずです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、いやー東東京シリーズこちらです。どん JR 鶯谷駅から徒歩3分くらいのところにありますラーメン長山さんにお邪魔してます。よくよく考えたら鳥年なのにね、鳥ラーメンをまだすすってなかったですね。こちらでは浅草開花楼の麺を使った鶏豚骨ラーメンがいただけるということで早速しましょう。レッツゴー。さあラーメン長山さん、食券が出てくる食券制です。すするはチャーシュー麺の食券と味玉トッピングの食券を購入。そして大盛り無料なのでもちろん大盛りにしてもらいましたよ。麺の太さは太麺をお願いして待ちましょう。来ました。こちらがラーメン長山さんのチャーシュー麺味玉トッピング大盛りです。ふえい、さっぱりとしたトッピングと乳化したコテコテの鶏豚骨スープという安定感抜群のタッグ。さて浅草開花楼さんの麺とも早くご対面したいのでいただきます。さあまずはこの安心と期待をブレンドしたスープからというわけでいただいてみると、グルペイ、とってもクリーミーな鶏豚骨スープです。それに鶏と豚の出汁がバランスよく出た想像通りの味わい、ついついレンゲを進めたくなるやつですね。さあ勢いそのままに細切りの麺まくらってチャーシューだーい。薄切りで食らいやすいサイズ感のチャーシューをいただいてみると、しっとり柔らかでうまいぞ。脂身も十分だけど結構パクパクいけちゃいますね。というわけで皆さんももちろん持ってると思うんですけど、このすするがいつも着てる T シャツ、まあ、今はまたクラウドファンディング終わって通常販売してます。で、まあ、もう残りが少なくなってきてしまったんですよね。もうやっぱ、まあ、今ある在庫の分でもう売り切りにしたいと思ってます。もうこの日は逃すと買えません。僕も買えなくなっちゃいます、まあ、今まで買ってくださった方々本当にもちろんありがとうございます。まあ、全色コンプリートとかしてもいいですよ。この機会にぜひ購入していただければと思います。次回続いてお待ちかね浅草開花楼さんの麺。この太麺にクリーミーな豚骨スープは間違いないでしょうってことで、すするぬよー。弾力のある強めの歯ごたえかつスルッと気持ちよく喉を通るすすり心地はさすがの一言です。さらに濃厚でクリーミーなスープが自然と絡んで豊かな小麦の風味に動物系の旨味が力添え。では上からすすってそのまま肉を添えていただいてみましょう。そうすることで食感の層ができてナイスなアクセントが生まれます。そして今度は海苔の磯の風味でミルフィーユー。シンプルなトッピングだから王道トッピングばかりなので結局最高なんですよね。それではアマチュア無線の資格を持つ味玉くらって病弱な妹を思いやるような優しさを味わったら、残りの味玉をくらって木村カエラと結婚したところでラストスパート。ってな具合に最後まで美味しくいただいたところで本日はこの顔で完食です。大変失礼ました。落ち着いたビジュアルに具材それぞれがバランスよくまとまった一杯でしょう。それではガズメイ。はい、ごちそうさまでした。いやーラーメン長山さんに行ってきたんですけれど もうこういうタイプのラーメンすげー久しぶりにすすりましたね。豚骨と鶏のバランスが結構良くて、まあ、どちらもこう主張しすぎない、なんかまあ切磋琢磨系ですね。そしたら結構クリーミーなスープだったんでこう麺にもよく絡んできて、いやなんかあの麺も美味しかったですね。浅草開花楼の味がしっかりしました。朝から夜まで通して営業してるのでぐいすなりで疲れたら夜のもありですね。それではすするの公式キャッチフレーズ、ラーメン長山さん長屋マウンテンや。はい、いやーリボ払いって怖いですね。というわけでチャンネル登録もよろしくお願いします。そしてサブチャンネルもねちょいちょい更新してるんでそちらもよろしくお願いします。